すごい細工が綺麗。ここにサインがあるってことは、これ何？もうこれちょっと可愛くないですか？レリーフ的なもの、キラキラ系ばっかりだけど、まあまあ可愛いのがあるな。バカ。あ、これすごいな。これちょっと買っちゃおう。おはようございます。今日もフランスリヨンの蚤の市から、ライブ配信を始めます。よろしくお願いします。すごい今日はにぎわってて、お客さんもお店もすごく多めです。混雑してます。混雑してるんですけど、なんかまだいいものが全然見つけられてなくて、今日は一つ二つしか購入ができてないです。たくさん見に来てくださってありがとうございます。こんにちはとコメントくださってる方が、こんにちは、楽しみにしておりました。今日は賑やかですね、素敵な光景が見れて嬉しいですっていう風にコメントをくださってありがとうございます。今日もまあまあ寒いんですけど、でも先週ほどではなく5度ぐらいかな。雲も群がってますよね。何があるんだろう。特に、そう、特に私が探してるようなものは見当たらないな。あ、これすごい細工が綺麗。ここにサインがあるってことは、なんか有名な作家さんのものなのかな。木造岩ですよね。すごい綺麗。すごいボロボロ。何回も濡れて乾いてって捨てる感じですよね。うちの子の教科書みたい。ここはちょっと違うな。よし、次行こう。あ、おままごと用のが少しあるけど、あ、壊れてるね。あんまり状態は良くないです。これ何？これ何ですかね。こういう金属のパーツ？何に使うんですかね。カーテン止めとかかな。カーテンレールとかかな。あ、すごい謎。なんかいっぱいある。あ、鳥さんもいるよ。かわいいかも。ね、何に使うものなのかは不明。
これ箱買いかな、いくらするんだろう。メガネのレンズが入って、メガネグッズですか、わかんない。ちょっとこれ箱で値段聞いてみます。交渉が成立したので箱買いすることにしました。あれ、ごらん、ここ好きあるぞ。メスビアン、だから中身だけ買いました。元々は何なのか分かりましたかっていうご質問なんですけど、おじさんもなんだこれって言ってて、ボタンかとか言ってたけど、ちょっとボタンの形とは全然違うので、なんか金具っぽい、であそこに君の好きそうなのがあるよって言われました。どういうことだろう。あ、多分この辺ですかね。あ、でももういいのがない、全然ないかも。もうこれちょっと可愛くないですか、レリーフ的な、びっくりした、レリーフ的なものなんだけど、ワンコ キャンドルの傾きにも使えそうですね。そんなことができるんですか。素敵。交渉が成立してこれ購入しました。なんかちょっといいお値段したんですけど、あまり他で見ないのでいいかなと思って、でここに2つ穴があるんですけど、下にあのガラスとか陶器とか木とかでもともと箱があったものの蓋だったそうです。木製です。あ、これ木製じゃないんですよ、あのメタル製なんですよ。メタル製、銅ですね、この錆はちょっと磨かないとって感じですけど、銅のこの色が地ですね。タイプライターある、すごいな。これなんだろう、おっと、犬と猫だよ。あー、なんかお手入れセットですかね。箱がすごく可愛い。あ、バンブちゃんいるよ、バンブちゃん。ブドウの、あ、これ木ですね、これは木製。なかなか立派な細工ですね。あ、鍋敷的なタイルもあったり、とラビエもあったり、そんなに古くはないですね。これはちょっと気になるよ。どうですかね。あー、ピン、ちょっとキラキラ系ばっかりだけど、まあまあ可愛いのがあるなと思ったり。いやー、これ何、なんかピンがめっちゃいっぱいある、フランスっぽい。これはどうだろう、ちょっとキラキラ、サフィレットっぽいんだけどな、需要ありますかね。こんな感じでどうでしょうかね。なんか誰か交渉成立したので、お待たせしました。ビニール入れちゃったけど、いくつかジュエリーを購入しました。こうボタンボックスがあるけど、あんまりそそられないな。あ、やっぱビッシーの缶には買いボタンが入ってるって、私のあるあるはちょっと、これいいかな。ミルクガラス、あ、踏んじゃった。物とか、ちょっと箱は全部中を見てみなきゃ。ピンバッジ、これは
おフェーブチョコレートの仕切りにフェーブがいっぱい入ってるよ。これもボタンって書いてる。でも閉められてるんでわかんない、中が。開けていいかな、開けれるもんなら。パカッ。あ、これすごいな、これちょっと買っちゃおう。もうこう見ただけですごい欲しいです。これ買う。あ、フェーブがいっぱい入ってる。これもコレクションですね、サッカー系のフェーブの。集めてらっしゃったんだな。うわ、まあ、フェーブが出てくる出てくる。フェーブとボタン祭りですね、この店は今日。よいしょ。あ、シートボタンのなんかボロボロ多いのもありますね。なんだろう、樹脂系ばっか。いいのも入ってるのかな。欲しいっちゃ欲しいけど、いらんっちゃいらん。値段次第かな。ちょっと聞いてみようかな、どうでしょう。あー、でもほとんどがボロい。黒のボタンは人気あるのですかっていうご質問に、黒はねあんま人気はないんですけど、人気はないけど、そうですね、黒という色はあんま人気はないんですけど、なんか、黒ガラスの細工が細かいやつがちょっとこの時代すごく多く出てて、すごく素敵なものが多いんですよ。ボタン交渉してみます。交渉成立したので購入します。よいしょよいしょ。わら、メッシーメッシー。これを買いました。箱と、あ、このシートの箱買いと黒ガラスの箱買いです。たくさんボタンを買っちゃいました。重い。これはガラスかな。あ、ガラスか。箱は可愛いんだけど中はガラスネガですね。あ、活字、活字がありますね。寒いですかって言ってくださって、ちょっと寒いですけど5度ぐらいで、お天気がいいんであんまり気にならない感じですかね。 冬のなんていうカラッとした感じの寒さ。何でもお値段が上がってきちゃってるんで難しいんですけど、でもじっくり探せばたまにお手頃でいいものもあるんで、そういうのを狙っていきたいな。あ、ここ今出現したこの店ちょっと見ます。あと、ここあれですね、先週なんかハンティングボタン激高で諦めた店だ。見覚えがある。あれが欲しい。あ、新しいけどちょっとだけ。48年と35年、ドールピンとか素敵ブローチとかもあったら欲しいですっていうリクエスト。ドールピンって何ですか。ドール用のピン、ドールのついたピン、どんなだろう。ちょっとすいません、勉強不足で。これお値段聞いてみます。すいません、やっぱこのお店は高くて手が出ない感じです。メシビアン、諦めよう。さっきのワンちゃん、黒のワンちゃんいましたね。
ハンティングボタン、世界中でコレクターがいらして高騰中ですって教えてくださってありがとうございます。そうそう、ハンティングボタンね、男性の方にも人気なんですよね。古着系の方にも人気、なんか狙ってる方が多方面からいらっしゃる印象です。あ、面白い、チェス台になってますよ。木の切り株がチェス台になってる。え、なに、お、すごいセンスがある。あ、ここさっき行かなかった。これがすごく気になってたんですよね。可愛くないですか、クリップ。でもどう使うのかは謎です。なんかキッチン、ママごとキッチンセットが結構ある。あとホールオンのポットとかがすごい揃ってるお店だなと思って。ただキッチンは電気キッチンなんでアンティークではないですね。レトロぐらいですかね。こう並べられるとちょっと可愛らしく見えますね。紙もいっぱいある。これはちょっと古そうな紙ですね。あのリネンの繊維とかで作られてるやつっぽい。店が増えてきてますね。これかわいいかも。プチポアンのこれ多分リップケースなんですよね、がある。Théo est piqué. そうですね、ちょっとざっと一周したところで、今日はこの辺で終わりにしようかと思います。で、今日買った戦利品はまたオンラインショップの方で見ていただけるように、準備させていただきます。あ、寒いね。今日もお付き合いありがとうございました。ではでは、そろそろ終わりにします。さよなら。